バンダムニア。ガチョガチョのどうもガチョスです。はーい、キャピンです。バンマニではバンダイの商品やサービスの情報をたくさんお届けしていきます。まだ発売されてない商品もたくさん登場します。今回もココモとペサに来てもらって4人でね、商品を紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でね、今日紹介するのはこちらです。ドンザラ鬼滅の刃。すごい。はい、ついにね、鬼滅の刃がドンザラに新登場しました。かっこいい。テレビアニメ鬼滅の刃の世界観を楽しむことができるファミリーゲームのね、定番ドンザラの新作です。このドンザラがなんと10種類の遊びができます。10種類も。はい、で、今日はその中の鬼滅ドンジャラというね、遊び方でやっていきたいと思います。普通のね、ドンジャラとはちょっとルールが違うんですよ。特別なルールもあるので、ちょっとね、楽しみながら早速やっていきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニ、じゃあ早速やっていきたいんだけど、このドンジャラ鬼滅の刃はプレイ版にまずこのメツっていうマークが入ってます。かっこいい。はい、そしてこの使用するパイも鬼滅の刃に登場するキャラクターたちが描かれています。かわいい。ねずこ、まあ、炭治郎やねずことかのね、メインキャラクターはもちろん富岡義勇など柱のね、メンバーも入ってます。そして、鬼舞辻無惨もいますとね、テンション上がるね。はい、で、今からね、やる鬼滅ドンジャラっていうのがちょっと特別なルールがあるって言ったと思うんだけど、うんうん、このさ、それぞれ の、 あの柱のメンバーのパイにだけ、滅マークがついてるのがある。お、ついてる。わかる。これだよね。そうそうそう。この柱のパイが多分6個ずつあるんだけど、うん、それぞれ、1つずつに滅マークがついてます。この滅マークは捨てることで特別な効果を発揮するパイなんですよ。へー。なので、ちょっと普通のね、ドンジャラとはまた一味違った遊び方ができるので、うん、今回は鬼滅ドンジャラで遊んでいきたいと思います。バンマニ。今回はキョウティンが親でやっていきたいと思います。で、うん、はい、いやー緊張すんなー。緊張する。好きなキャラ来たらめっちゃテンション上がる。そうそうそう、上がる上がる。あ、好きなキャラ来た。お、何ですか好きなキャラ。しのぶさんです。ありがとうございます。しのぶさんが手元に来ました。バレちゃう、バレちゃう。こうやってね、準備ができましたのでね、はいはい、やっていきましょう。じゃあ、キョウティン親なんで、キョウティン1個捨てて、俺らは1個取ったら1個捨てるっていう感じでやります、はい、じゃあ、キョウティン勝つぞ。これを捨てます。はい、よし、取ります。はい、あー、ね、なるほどね。まあ、まだこれまだ結構ね、自由だからね、どれでいくかどこなんまあ、行きましょう。でも結構な、みんなやっぱ好きなキャラはね、手元にね、持ちがちないよ、数少なくても。もう好きなキャラを捨てます。おお。あ、ねずこね。ねずこ言いました。よし、取ります。あー、これなんかね、結構まだどこ行っても割といけるんだよな。まあいいや。これ難しい。序盤でやっぱ決めない方がいいかもしれない。そうだね、序盤で決めない方がいいんだよね。失敗する。そう、失敗する可能性はある、確かに。いや、でもこれちょっと今捨ててないやつ考えると割と被ってる気がするな。まあね。お、じゃ使おうかな。お、なにちゃん。はい。あ、そうだね、無一郎。無一郎さん、他のプレイヤーの中から一人だけ次のターンを一回休みにするから。おお。どうしようかな。でも今一番揃ってそうなのが、うん、ペサだから。うん。休みだね。わかりました。はい、じゃあペサ一回休みですね。オッケー。待てよ。ここね、超悩んでる今。いや、行きましょう。リーチです。早いな。マジか。何でリーチなんだろう。ここで休みにされたら痛いな。これを出します。はい、キャベさんのメッツマークです。これまさか。プレイ番ごと90度時計回りに回転させる。その際、自分のパイ立てにパイがないプレイヤーは自分の右側の席に移動して、そこにある8個のパイでゲームを続けるってことで、盤面この90度、90度こうなるの。うわ、マジか。嘘。うわ、やりやがった。嘘。頑張って揃えてたのに。チェンジ。どうどうぞ。うわ、なるほどね。おいおいおい、何も考えない。うわ、そんなことある。はい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 、俺めっちゃいい盤面だったのに。
マジか。私も良いよ。異教金やべえな、割とこれ。何やってたの？バレた。え、私結構揃えてたよ。分かってる？はい。あ、考えなきゃいけない。そうだね。自分のと変わっちゃったから。なんか隣の人が何しようとしてたかっていうのを考えなきゃいけない。召喚。うわ、待って、持ってんの？ってことは、天元さんは、あ、何でもなるんでしょう。手持ちのパイ1個オールマイティパイにする。選んだパイを裏返しにする。これがオールマイティです。はい、あってことは、はいはいはい、リーさんの手はそのまま。なるほどね。これでもまだリーチになってないってことだよね。あ、おー、リーチになってない、まだまだ大丈夫。じゃあ次強点。怖い怖い、ここだ。ダメでした。ダメでした。横取りします。おこれもらって、これ揃うやん。うんうん。こっち置くじゃん。で、捨てるのは善逸です。おお。俺もだって手差がね、あの何で上がるかも分かってるから。もう分かってるもんね。出さない絶対。そっか。相手の気持ち分かってるから。あ、じゃあこれにします。はい。はいはいはい。このパイを使ったプレイヤーがドンジャラをした場合、得点が倍になる。倍になる、かけたね。私がドンジャラをしたら倍になります。倍になるの、はい、なるほど。勝たせられないな。まだまだリーチじゃないからね。まだ確かに確かに。熱マーク使います。ギユさん、ギユさん、自分が過去のターンでパイセバに捨てたパイとパイ盾にあるパイを1個だけ交換することができるということで、は全員戻します。えで1個捨てます。で、しのぶさん捨ててリーチです。おぉ、ん、怖い。リーチ2人来た。ドンジャラでーす。うわ、自引きしやがった。マジか。自引きした。いやー、やったー。これね、結構俺ちゃんと狙ってたの。じゃあね、ペサが上がった役見ていきましょう。はい、まず、どっちも素敵セット、カンロジミツリと柱キャラクター以外の男性と柱キャラクターの男性2種で構成ということで、このカンロジミツリさん、うん、千夏川さねみ、はい、で、かまど炭治郎ということでね、15万ジャラと、さらに基本の三つ揃いセットがあるので、うん、そう、3万ジャラ、合計18万ジャラ。マジか、強い。これを僕たち3人で待って渡します。なので1人6万ジャラずつ、お金に渡します。やったね、ありがとうございます。じゃあね、この6万ジャラをペサに渡します。ありがとうございます。嘘、渡してくださ い, いありがとうございます。いただきました、バンダイマニア。はい、ということで今回の勝者はペサです。やったー。いや、強いわ。なんかね、ちょっとね、悔しい。やっぱ俺頑張って育てたからだね。いや、ちょっとだったのにね、あ、ちょっとだったね。いいのが回ってきたの。ちなみに何で揃えようとした？まあ、俺はさっきね、このギウさんで、うん、あの善逸を戻して、善逸がここ盤面に今5個あったから、うん、多分誰かが善逸取ったら絶対捨てるなって思ってこれにしてた、うん、なるほど。来なかったですね。滅マークでかなりこう盤面をね、かき回されて、うん、通常のドンジャラとまた違った遊び方ができるので、うん、ぜひみんなもやってみてください。うん、今日はドンジャラ鬼滅の刃で遊んでみました。イエーイ、楽しかった。楽しかったね。楽しかったね、本当に。ちょっとね、あの、うん、ペサがね、強い。そう、強すぎない？悔しすぎた。ちょっとね、今回この鬼滅ドンジャラという遊び方をしたんですけど、うん、それ以外にもたくさんの遊び方があるので、うん、ぜひまた一緒にやりましょう。うん、はい、はい、このドンジャラ鬼滅の刃は8月1日発売なので、ぜひみんなもゲットしてみてください。ドンジャラ鬼滅の刃が気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。